は本日の解説人はこちらの二人、まずは AKB 代表のスペシャル解説人は大島優子です。よろしくお願いします。優子、ここの解説人から下ですね。楽しみですね。さあ、そして三度の飯より嘘が大好き大嘘清津さんです。よろしくお願いします。佐藤さん、はい、ちょっと大島さん、くっさを鳴らしましたよ。ちょっと私もしたかなと思って。先手、じゃんけんではセンター、映画では主演をこなす、今ノリに乗っている次世代センター候補、島崎遥香。ロテ、AKB、そして NNB でも活躍する努力型オールラウンダー、横山結衣。同期の相思相愛コンビです、うん、お互いのことをお互い分かってると思うんですけど、その中でどれくらい知らないことを導き出せるかみたいな。ゆいには私の全てを知られてると思うので怖いです。ここで普段の2人の間柄の本音が出てくるとは思うんですけどね。なるほど。 AKB の次世代を担う同期コンビの対決、まずは両者が考えてきた質問をチェック。3番はやっぱちょっと気になりますね、うん、同じように活動している人をどう見てるのかっていうところがやっぱ、あとは6番もちょっと、はい、これちょっと恥ずかしいですよね。そうやね。てか結構被害系多くないですか。なんか後ろの人もちょっと気をつけておいた方がいいかな。被害も出てくる。結構参加型企画になってます、ね、参加型です。さあ、それでは参りましょう。先手島崎。はい、私自身もそうなんじゃないかなって思うことなので、もう、はい、4番できました。さあ、京都出身を売りにしているが、正直京都の歴史をあまり知らない。いいえ。さあ、針はどうでしょうか。実は、うん、金閣寺に行ったことがない。あれ、キャッチフレーズ、金閣寺の輝きたいって言ってますか。キャッチフレーズに金閣寺を入れているが、金閣寺に行ったことがない。さあ、どうだ、針は変えないパー。嘘、そこへ、マジで。おい、お前のこと言うと、行ったことないです。AKB 入った時から、うん、金閣寺よりも輝きたい横山結衣ですって言ってるんですよね、うんうん、でも本物の金閣寺を見たことないのに言ってると。で、埼玉出身の私でも行ったことありますね。おら多分東京に住んでる人って東京タワー見に行ったことないと思うんですよ。いや、見えるしね。これ島崎いいんじゃないですか。最先いいですよ、いきなり一本取って。はい、さあ、後手横山行きましょう。はい、攻めますよね。仲がいい2人だからこそのこの一手。7番、はい、おう、さあ、これは私もそう思ってるんじゃないかなって思うんですよね。何、気になる。よく私横山の部屋に泊まりに来るが、正直横山の部屋には住みたくない。仲いいよね。いいえ。さあ、どうでしょう。おー、変えたいパー。よく泊まり行ってんのに。あんまり綺麗なイメージがないんですよ。それは否めないんです。否めんのかい。特に横山の家でこれ変だなみたいなもんあんの。なんか、うん、布団の匂いが微妙。汚いですよ。何汚い。なんか服とかもそのまま脱いだら置いちゃう。あの服とかダサいって言われるんですけど、うん、いつも一応迷って出てくるんですよ。だから5分前とかに、あ、違うわと思って着替えるの5回くらいあるので。それで5回やっても違う。でもあれなんですよね。さあ、それでは行きましょう。先手島崎行きましょう。さあ、何番いきますか。横山と同じユニットで活動するあの人に関するこの一手。お、3番できました。これはもう大島さんが言ってたように、はい、気になりますね。はい、気になる部分なので。同じ年の指原さんを見ているとつくづく頑張ってはるなと思う。いいえ。先輩でしょ。私5期だけど横山9期でしょ、うん、セーフ。おー、セーフでございます。よかった、安心した。なるほどね。必死だなとか思わないです。ハルルはじゃあ頑張ってハルだと思ってるってこと。それでも好きだよ歌ってサシヤさんは頑張ってハルなと思う。無理はしてないで好きだよって歌ってる。無理は全然してないし、そのままの自分の等身大の自分で歌ってるよ。
さあ、ロテ、横山行きましょう。ゆうちゃん、攻めろ。3番。頑張ってきました。実際の自分なのか、ちょっと偽りの部分があるのかっていう。はいはいはい、ポンコツと言われていることに甘えて、正直手を抜いている部分がある。直球。いや。直球。これでもこれアリ1本取ったらちょっとショックやな。次世代ですから。微動だにせんやんか。すごいなこれ、ハリセーフ。セーフでも良かったですね。良かった良かった、なんかもっとズケズケにやり合ってるよ。島津的には真剣にやってるのね。はい、じゃあ本当のポンコツやな。それでは先手島崎に行きましょう。楽屋での素顔を暴くこの一手。さあ2番、さあ行きましょう。楽屋での笑い声が正直変。いいえ、楽屋だけじゃないんじゃないの。うん、あ、これはなんかテンションが上がる時の笑い声が、すっごいテンションが上がった時。ゆうかちゃん、ほんま何なんですか。それです。なんなん、ノットイエスでいいの。テンションが上がりすぎたらもう、オットセイやん。でももっと高いですよね。モスキート並みの中やってくるんやん。来る。そういうことでございます。島崎大手ですよ。お、素晴らしい。固定。追い込まれた横山、番組 MC に関するこの一手。4番。パルルはすごく笑いに厳しいんですよ。ちょっと気になりますね。AKB ビンゴの収録で正直キヨトさんのボケで笑ったことがない。早い。一本いいよ、言う前に一本。おい、今だけキヨトの顔見てみ。はい、私昨日パルルの前でとりあえず変な動きしたら笑ってくる。京都さんもらえばいいじゃん、それ、うん、プライドあるし。一回でも見てみたい。いいですか。え、え、めっちゃ笑ってた。そんなレベル、そんなレベルやったらいけるよ。見て、よっしゃ。全然おらない。ということで同点でございます。先手島崎、これもリーチでございますね。そうなんです、大手なので決まるかどうか、どうなんだろうっていう部分でかけてみます。はい、9番。ちょっと八千代先生気になる。気になりますよね。すごい気になる。家族と一緒にいるときは自分のことをゆいちゃんと呼んでいる。いいえ、パパ、ママの前で。ゆいちゃん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 はね。大体ポーン。言うの？ゆいちゃんって言うの？今は違うんですけど、小学校多分もう4年生ぐらいの時までゆいちゃんでした。私それ聞いた話で、その県人で仲良くなったんで、ゆいさんとかゆいはんって呼んだりするんですけど、そのゆいはんって呼ばれるのも本当は嫌みたいな。ゆいはん嫌なの？私はずっとそうやってゆいちゃんって呼ばれてきたから、ゆいちゃんの方が馴染みが自分的にはよくって、今はもうゆいはんっていう方が皆さん言ってくれるし、メンバーも言ってくれるので。真面目か。そうだから。この勝負は島崎の勝利。